すべての教皇に関する予言。すべての教皇に関する予言。すべての教皇に関する予言。バタシニアでサマス・ポンティファセバスは、15世紀初頭のヨーロッパに現れた予言書である。教皇予言書、教皇図などとも呼ばれる。ニコラウス三世、在位1277年から1280年から始まる歴代のローマ教皇たちを予言した。 ものという体裁で30組の差し絵と文章がまとめられた作品である。中世から近世にかけては、フィオーレのヨアキムの著書として広くるふしたが、現在では、ギヨアキム文書の一種と理解されている。現在、すべての教皇に関する予言として知られるものは、本来別個の作品であった、諸悪の短所と、ハゲ頭タのぼれを合本したものである。 諸悪の短所、ジーナス・ネキムは、14世紀初頭に、現在の形で成立した予言的な写本で、ニコラウス三世を暗示した絵から始まる、15組の予言で成り立っていた、14組や16組のものもある。それぞれの予言は、見出し、図版、文章の組み合わせで成り立っており、一種のエンブレムブックのようなものである。この写本に、表題はついておらず、インキピットである。 諸悪の短所の名で呼ばれている。諸悪の短所自体が、レオの神託の焼き直しと指摘されている。レオの神託、レオラクルズでレオンとは、ビサンティン帝国で作成された絵と、文章からなる、ギリシャ語の予言書で、序盤で、過去の東ローマ皇帝たちについての描写、的中例が示され、中盤で来たるべき変動が示され、その後、世を救う皇帝が出現するという形で、 締めくくられている。署名の由来は、東ローマ皇帝レオ六世に改せられていたことに、ちなむが、実際の著者は不明である。諸悪の短所は、1304年頃に、フランシスコ会士たちの集団、その中でも弱気無主義の影響を強く受けていた。修道士、アンジェロ・クラレーの、クラレ、ノノアンジェロとも、お中心とするグループによって作成されたと、推測されている。 この時点では、ベネディクトゥス十一世、在位1303年から1304年までの対応が示され、残り八枚が未来に属するとされた。最後の数枚は未来の天使教皇が描かれており、こうした流れには、終末が近いと考えていた作成者たちの認識が投影されている。この文書の登場には、より政治的な思惑もあったとする指摘もある。それによれば、 オルシーニケ出身のニコラウス3世を貶めようとして、性的であったアンジュ家のシャルル1世への陣営が関与たという。なお、ニコラウス3世に当てはめられている、第1図にはクマが登場しているが、クマ、アーススは、教皇に関する予言では、しばしばオルシーニケを指す時に用いられている。13世紀から14世紀にかけて作成された、写本は、複数現存するが、 それらの作成地として推測されているのは、アビニョン、北、フランス、イタリア、バイエルン、イギリスなどである。ほぼ同時期に現れた、予言書、フロレの書と、ホロスコープの書は、いずれも、諸悪の短書と、同傾向の書であるが、前者には差し絵がない。ハゲ頭を登れ、アセンド下部は、1350年頃に、諸悪の短書の手法を真似て作成された。 予言書である。この奇妙な題名もインキピットであるが、旧約聖書、列王記、下第2章23節に出てくる言葉でもある。絵や文章の内容は異なるものの、この写本も、ニコラウス三世を暗示した絵から始まる十五組の、差し絵と文章で成り立っていた点は、諸悪の短所と全く同じである。作成時期の違いから、ハゲ頭よのぼを登れで未来に属しているのは五組の、 予言である。作成したのは、アンジェロ・クラレーノに連なるフランシスコ会派の異端的な、文派フラティチェリの構成員と推測されている。作成者たちは、教皇庁に強い敵対心を持ち、ハンキリストの到来を未来に見ている。天使教皇の到来で締めくくられていた、諸悪の端所と異なり、15枚目に描かれているのは、人の頭と竜のような体を持つ、獣である。 すべての教皇に関する予言の成立は1415年頃で、コンスタンツ公会議1414 14年から1418年の時期とほぼ一致する。なお、すべての教皇に関する予言という表題は、全二つと異なり、インキピットではない。なぜなら、その内容は、ハゲ頭よのぼを登れの15枚の後に、諸悪の短所の15枚を繋げたものだからである。インキピットを用いた場合、 ハゲ頭よのぼれとせざるを得ないが、それでは、本来の十五枚版のハゲ頭よのぼれを指すのか、諸悪の短所との合本版を指すのかが分かりづらくなる。さて、合本の結果、本来ニコラウス三世を指していたはずの、諸悪の短所の第一図は十六番目に置かれることになり、ボニファティウス九世を指すものとして、再定義された。 始まりの教皇が、ニコラウス三世という点は従来と同じであるが、計三十枚となったことで、未来の情景が増えたという点に大きな違いがある。すべての教皇に関する予言で、実際の教皇に当てはめられているのは、第二十図、鎌を持った、僧侶、対立教皇ヨハネス二十三世、在位千四百十年から千四百十五年に、対応までで、あとの十枚は未来に属していた。 また、諸悪の短所が後半となったことで、締めくくりの予言の位置は、人面竜神の獣ではなく、天使教皇が締めることになった。すべての教皇に関する予言は、諸悪の短所や、ハゲ頭よのぼれと異なり、後の時代になると、図版の解釈のみが一人歩きすることになり、当初の対応関係から乖離した解釈も見られるようになる。この予言書は、 多くの写本が作られた。すべての教皇に関する予言の写本は、原存が確認されているものだけでも79点ある。他に、オークションの目録などに登場し、落札者不明のものが4点ある。さらに、諸悪の短所の写本は10点、ハゲ頭よのぼれの写本は7点確認されている。また、印刷技術が普及すると、多くの印刷版が作られ、十六世紀には、 解釈を加えた文献も多く登場した。特に前述の、鎌を持った僧侶は、本来、諸悪の短所においては、忍者から教皇になった、ケレスイヌスゴセに対応するものであったが、宗教改革期には、マルティン・ルターの出現を予言した図とする解釈が、広まった。この図版に関して、ルターを念頭に置いていたらしい解釈は、錬金術師、パラケルススなども言っている。 これに対し、当時のカトリック側からは、ニコラウス三世に始まる伝統的な読み方を堅持することで、すでに三十の予言で示されていた教皇は、出尽くしており、未来の予言としては、意味をなさなくなっている、歴史文書だとする反論も現れた。すべての教皇に関する予言は、本来のスタイルとは異なる形でも伝播した。本来、絵と文章は、密接に結びついていたが、 16世紀の変者不明の予言書、ミラビリス・リベルでは文章のみが丸ごと再録された一方、挿絵はすべて省かれた。この再録では第6章が諸悪の短所、第7章がハゲ頭よのぼれに当てられるという作成された順序としては正しいが、すべての教皇に関する予言としては変則的な構成になっている。ミラビリス・リベルは さらに他の予言アンソロジーに孫引きされていったため、文章のみの再版、複製も行われる形になったのである。中には、すべての教皇に関する予言から取られた文章が、16世紀末に現れた、すべての教皇に関する大司教聖マラキの予言の作成にも影したとする仮説もある。このように、すべての教皇に関する予言は、写本、印刷版とも多く作成され、 ことに16世紀の予言的言説に少なからぬ影響を及ぼしたが、当時の人々が決して好意的な態度のみを示していたわけでない。フランスルネサンスを代表する思想家であるモンテーニュは、エセ第一巻第十一章、様々な予言についての中で、レオの信託やすべての教皇に関する予言に触れ、強い懐疑の念を示している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。